はい、先好きな新潟人の飲酒動画。今回もチューハイです。宝酒造の自家搾りの桃味。アルコール度数 4%。低いね。果汁が2.4% です。自家搾りシリーズね。国産桃を収穫した産地で種を取り除いてから果肉を丁寧に絞った産地自家搾り果汁を使用。産地と果汁の作り方を厳選した桃のみずみずしい味わいをお楽しみください。原材料が桃果汁と焼酎と糖類と酸味料と香料となっております。乾杯。うん。桃だ。なんかこれ前も飲んだ気がするんだけど、まあいいか。あ、でも桃はちょっとね、美味しいよね。かなりね。普通のあの、ね、果物のね。うん。ちょっと高いんで手が出ないんですけど。まあ、桃はかなり大好きな。あれです。果物ですね。うん。桃ね。まあ、果物って基本的に、まあ、嫌いな果物ってほぼないんだけど。強いて言うならば、ザクロとか。ザクロとかあれ全然甘くなくねって。うん、うちのあの庭にザクロが咲いてるんですけど。咲いてるっていうかなってるんですけど。ザクロの木があって、冬ぐらいになるんですよね。全然あれ酸っぱいだけだよね。あれね。本当にただ酸っぱいだけ。なんじゃこりゃっていう。あれはあんまうまくないと思う。甘いんだったらいいんだけど、甘くもないし。あのね、あの最近関係ないんだけど、なんかやけにね、なんか花粉症なのかわかんないんですけど、やけに鼻水が出る。まあ、うん。まあね、春年なんでね、まあなんか花粉が飛んでるんですか。まあ俺今まで花粉症っていうのは、まあ、なったことないんですけど。まあ花粉症っていうのは、あれいつでも、ね、いつ何時になるかっていうのは、わかんないらしいね。
なる可能性としては非常に あるらしいんで。いつでもね。だから まあ花粉症っていうのはどの程度のレベルの人がいるかわかんないんですけど、かなりね辛いと俺も最近やけに鼻水が出るからティッシュがかなり使うんですけど、なんか鼻の噛みすぎてなんか鼻が痛くなったりね、したりするんですが。まあ多分、花粉症の、になったんじゃないかなと思うんですけど。まあまだ涙とかが出ないぐらい、出ないかまあいいけど。涙がね、出る人もいますからね。だから常にこう、マスクと、ね、まあ、ゴーグルみたいなメガネ。まあ、メガネも、あの、花粉対策メガネってありますからね。まあ、俺もなんか、目もね、今、すっごいあの、ドライアイの症状がひどくて、非常に辛いんですけど。ドライアイが辛いね。まあ俺結構、家帰ってきたらすぐパソコンつけて、ね、まあ見たりするんですけど、いろいろ。目がね、もう痛くてね、なんかで、最近あの日増し油っていうのをネットで買って、まあ寝る前にあの刺して、目薬みたいに刺して、これ効くらしいんだけどまあ、それをちょっと試してはいるんですけど。まあ、どうですかね。まあ、良くなればいいんですけど、前々からね、かなり、あの、ドライアイなのは前々からなんですけど。喉が痛いな。なんか、まあ、チューハイね、なんかあれだな、最近
チューハイばっか飲んでる気がするけど。まあ、ビールもあるんだけどね。まあ、最近あったかくなってきたって言っても、夜はちょっと寒いんで、うん。まだ未だに、ストーブ使ってますけどね。なかなか、うん、しかもタイツも履いてるしね。未だにタイツ履いてるからね。ちょっと、あれだよね。微妙だな。なんか、普通も、まあ、でもまあね、新潟だとまだちょっと寒いんで、まあ、なんかもう桜も散りましたね。とうとう緑色の葉っぱがもう出てきてます、こちらの新潟でもね。まあ散るとちょっとやっぱ寂しいですね。うん、あんだけ綺麗に咲いてたのが一週間もすれば、もう散ってしまって、ああ、と。一年で唯一、ね、この時期だけですからね、桜はね。ちょっと悲しいですけど。うん。はい、ということで、3443です。ご視聴ありがとうございました。